10年後の私にタイムカプセル。来ました、電話が来ました、面接に来てくださいの電話が来ました。ということでこれもドキュメントでお伝えしましょう。では行ってみよう。面接の前に一度面接会場までどのぐらいかかるか行ってみようと思っています。面接当日でございます。この間下見した道をね、面接会場まで行きたいと思います。ドキドキするね。この間まではさ、こっちが面接する側だったからね。今日は僕が面接される側です。では頑張ってみましょう。終わりました。この映像の後に多分すぐに結果が出ると思いますが、それまではしばらくお待ちくださいということで、10年後の私によろしく。それではバイバイ。はい、ここは京急おっぱま駅です。一番ホームに降り立ちまして、一番目につくのはこの柱ですね。この柱、レールを使った柱ではないでしょうか。